食7チャンネルでございます。今回は奈良県生駒市にありますグリーンプラザ山町よりお送りしております。長迫さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てもらったら分かるように、はい、華やかガーデンシクラメンでございます。ガーデンシクラメンですね。はい、すごい品種の数ですね。そうですね、ここ特に変わった品種ばっかりをちょっと集めてるコーナーになるんですけど、うんうんうん、そうですね、だから本来の本来のっていうとこういう感じの単色でピンクであったりとか白であったりとかっていうのがいわゆるシクラメンなんですけど、そこからまあ改良とか突然変異とかもあるんでしょうけど、こういうような感じで今多品種になっております。まさにね、進化し続ける、はい、進化しております。シクラメンということで、はい、じゃあちょっと紹介していただいていいですか。はい、はいはい、全然、まあ、この辺はちょっと変わった色合いで、色がリップのところが白に抜けるようなタイプ、ちょっと蛍光色じゃないけど ね、はい、ちょっと発色のいい感じになってます。はい、でこう鉢植えでもよく最近出回ってきましたけど、こう下向いて咲く、はい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 、ここの額の部分を見て楽しんでもらえるようなシクラメン、これは、はい、ジックスですよね。ジックスっていう品種ですね。これも出た当初ね、ちょっと話題に、そうですね、話題になりましたね。なりました。これもシクラメンに見えないですけど、はいはい、こう下向いてて面白いですよね。うん、この辺が、まあ、これも鉢植えでもあります。ミニタイプの、はいはいはい、ビクトリアの白ピンクあたりですね。白とピンクね。あ、はい、かわいいな。こっちなんとちょっと濃いピンク。あ、これも同じミニビクトリア、はい、のビクトリアですね。わ、はい、結構ピンク系で出てますけど、そうですね、どれも可愛いし、白縁取りピンクもいいし、ね、うん、薄ピンク濃い縁取りピンクとかね。ありすぎて、うん、ありすぎて分かんないですけど、でもめちゃくちゃ可愛いですね。そうですね、人気ですね。だからちょっとこう冬の寄せ植えのメルヘンっぽい作品作るのがね、あ、いいかもしれないですね。こういう世界観、絵本の世界観、ね、この辺のいいですね、うん、そうですね、すごく素敵やと思います。はいはいはい。さあ、そしてこのフリンジタイプ、全く花姿変わりましたけど、はいはい、もう全く違います。今度はポムポムっていうシリーズ、ちょっとシルバーリーフ系です。ポムポム、はい、確かに葉っぱがちょっとね、はい、シルバーがかってますけど、そうなんです。でさあ、この横行くと今度この本当にまたよく似たシリーズなんですけど、スワン、これまた別の種類、別なんです。スワン、はいはい、でポムポムはまだどちらかというと花がこうシクラメン独特の上に反り上がってくるタイプ、確かに、でこのスワンは下向きに咲くタイプ。あ、本当ですね。間違いかなっていうぐらいなんですけど、非常によく似たタイプ。面白い、上と下と向きが違うけど、はい、でも、はい、すごい花弁してません？これギザギザ、ギザギザがすごいですね。なんか詐欺草みたいな、はい、あ、そうですそうです。なんか僕もね、この城を見ると特に詐欺草に近いなみたいな。なんかようやけど、ちょっとそういう意味ではね、和っぽい感じのトーンも、あーですね、うん、落ち着いた感じにはなるんかもしれないです ね。ピンクもいいですけど、ピンク赤もいいですけど、このシルバーリーフと白ってね、いいこのストレートな組み合わせもこの冬にぴったりなんじゃないかっていう、いいと思いますね。え、面白いな。あと何ですかこれ、数年前に出た極小輪折り紙、めちゃくちゃちっちゃい、はい、これは大人気です、これもシクラメンの品種なんですね、はい、品種です。折り紙ですね、すごいちっちゃいですよ、はい、まさにこの折り紙で、うん、折ったような折ったようなっていう形ですね、はい、5年か7年か、まあ、それぐらい前に初めて見た時にはなんやこれはっていうような、確かにやったんですけど、どんどんと人気が出てまいりまして、はい、これも花はもうこれが大きさこんな感じ、大きさは変わらず、はい、でやっぱり育てていくと株は大きくなりますから、なるほど、はい、で次がピコ、これも面白いな、フェアリーピコですね、この辺フェアリーピコシリーズになります。なんか花が飛び跳ねてるように楽しそうに見えますね、はい、あの基本八重咲きに近いです、フェアリーピコは、はい、でこう花首がちょっと長くて、うん、ダンスしてるようなっていうか踊ってるようなっていうのか、いや本当そうですよね、はい、そんな感じで大きくなる品種ですね。ちょっとなんか元気もらえそうなね、飛び跳ねてるような、シクラメンってガチッと固まるイメージありますけど、そんなイメージあります。これはこういうふうにもう自由奔放に大きくなるような、ね、確かに、はい、これもなんか寄せ植えとか使うと
つ隙間からピュンとね。ああそうですね、使い方がね、また違った使い方ができると思います、ね、すごくいいし、よく見るとめちゃくちゃこれ花美しいんですよ。はいです。ねえ、この白と赤のバランスもいいし、はい、バランスがいいです。これおすすめじゃないですか、はい、まあでもね、うん、なんかどの品種もすごく素敵で、はい、ちょっと手に入れたくなるようなものばっかりですね、はい、ちょっとうちも一般的なシクラメンがほぼなくてですね変わったシクラメンしかないみたいになってますけど、いやもう今でもシクラメンはね次々と新しい品種も、はい、新しいのはもう毎年新しいのが出てきます、ね、出てますから、はい、これも僕らもなかなか年いくと追いつけないよっていうぐらいまで来ましたいえいえいえ、はい、まあぜひね店頭に足運んでいただいて、うん、実際にね見ていただくとなんか一目惚れじゃ、ね、ないですか。あると思います、はい、これ素敵みたいな一品が見つかると思いますんでね、はいはい、ぜひぜひ。ガーデンシクラメもいいな、面白いですね。あ一個ね、はい、特別なやつがあるんです。特別ちょっとこっちです、いきますよ。おなんかあるんですねこれは、はい、実はこれになるんですけど、ちょっと待ってくださいあの何ですかこれ。ガーデンシクラメンの寄せ植えでございます見たことないですよこれ。すごっ。北海道の生産者が作った送ったって出てきたんですド迫力するんやみたいなのが送ってきました。これすごくないですか、はい、いいでしょこの何とも言えない大きさ。何株植わってるって言ったら分かりませんって言われましたんで分からないんですけど、えげつない株植わってるし、はい、あの植えれるだけ植えましたって言ってましたんでいやかえって面白いですよね、はい、このサイズの鉢にこんだけのもの花畑です。これしか植わってないっていうのがまたいや、はい、絶妙にちょっと来た瞬間笑ってしまいましたけど、だから変に他のやつと寄せ植えするより、はい、このガーデンシクラメン一色 で、 そうです、シクラメン畑にして、はいはい、まあこれなかなか他の店ではないかもしれないですけど、はい、こういう遊び心も、ねはい、あるようなものもありますから、あるんで、はい、ぜひねお店に足運んでいただいて、はい、お願いします。楽しんでいただければ、はい、ということで今回はガーデンシクラメンの紹介でした。長瀬さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。